どうも、爆笑ツヤマンのクーガです。いつもクーガ FC をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。明日4月27日水曜日に行われる J2 リーグ第12節、ブラウブリッツ秋田 VS ファジアーノ岡山の見どころや注目選手などを紹介しようかなと思っております。その前にですね、ファジアーノ岡山 VS アルビレックス新潟戦の生観戦動画をご覧の皆さん、本当にねたくさんの視聴回数をいただいて本当にありがとうございます。チャンネル登録者数もですね徐々に増えてきて、なんと20人突破いたしました。いやー、これは嬉しいですね。20人の、この僕のこの空外 FC のチャンネルの、ファンが増えましてですね、もっともっと多くの人にね、知っていただき、そしてもっともっと多くの人と、これからも繋がっていけたらいいかなと思っておりますので、今後とも空外 FC ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、ブラウブリッツ秋田 VS バジャーの岡山の見どころをね、紹介していきたいと思います。まず、今回ホームの秋田なんですけれども、前節の群馬戦は、古巣対決となった青木選手が決勝点を挙げて1対0の白星と、チャンスの数は決して多くはなかったんですけれども、安定した守備を見せて4試合ぶりにクリーンシートを達成できたというのは、今後このチームにとって価値のある結果になったんじゃないのかなと思います。そして中2日の過密日程となるんですけども、吉田監督が求めるハードワークをホームのサポーターの前で披露できるかどうかにも、注目でございます。そして今回僕が秋田の注目選手を挙げるのは飯尾選手です。前節の群馬戦は左サイドから正確なクロスを送り込んで得点を演出しました。今節の岡山戦もサイドからアップダウンして前線の選手を生かしきれることができるのか、この飯尾選手の左サイドからのクロスにも注目でございます。そしてアウェイの岡山なんですけども、前節の熊本戦は田中選手のゴールを守りきれず1対1のドロー決着と、ここ3試合は引き分けが続いており、浮上のきっかけを作ることができてないので、ここで秋田に勝って勢いに乗っていきたい岡山でございます。そんな岡山なんですけども、直近2試合でステファン・ムーク選手をトップ下に置いた 4-2-3-1 の布陣を採用した木山監督が過密日程の中で、どのような採用をしてくるのかにも、注目でございます。そんな岡山のキープレーヤーは今回僕が挙げるのは柳選手を挙げたいと思います。秋田のサッカーを見ているとロングボールをね積極的に蹴り込んでくるサッカースタイルだなと思うので、ロングボールをね積極的に放り込んでくるこの秋田に対して、この柳選手の高さを生かして攻撃を跳ね返すといったところにも注目でございます。彼のその高さというのは必ず武器になると思います。昨シーズンはですね栃木 SC でセンターバックながら8得点挙げてまして、今節の柳選手の目標が2桁得点ということでね、そろそろ柳選手の今シーズン初得点も見てみたいなと思っております。秋田 VS 岡山なんですけれども、過去に2回対戦しておりまして、直近の2試合の対戦結果がこちら。2021年9月26日ホーム岡山、こちらは1対1のドロー決着となっております。2021年5月1日ホーム秋田、こちらは0対1でアウェイの岡山が勝利しております。通算対戦成績で見ますと、岡山が1勝1分け、秋田が0勝と2試合戦って岡山が一歩リードしているデータとなっております。過去の対戦結果では岡山が一歩リードしてるんですけども、ここ3試合ね引き分け勝ちきれない、というのがこのチーム岡山の状況ですので、なんとかねこの秋田戦で勝ち点3が取れるようにね、我々サポーターも全力で応援したいと思っております。そんな岡山現在勝ち点15で8位につけております。プレーオフ圏内の6位までとの勝ち点差は2と、まだまだ、プレーオフ圏内をこうね争っている状態なんですけども、プレーオフ圏内までは行きたい、2016年のですねファジアーノ岡山の最高順位6位、そしてプレーオフ決勝と、まで行ったねその時の興奮をねもう一度ということでね、プレーオフ圏内には絶対行きたいところでございます。自動昇格圏内2位の仙台との勝ち点差が現在5と、まだまだ勝ち点差はそんなに開いてないので、引き分けで良かったじゃなくてね、やっぱり勝ち切って、J1 昇格に近づいていきたいなと思っております。今シーズン、未だ負けなしの横浜 FC、首位をキープしております。この横浜 FC、首位との勝ち点差が12と、勝ち点差が2桁に広がってますんで、まずはね、2位の仙台の勝ち点5、ここでね、自動昇格圏内に行けるにはやっぱり連勝というのが必要になってくるので、今回秋田に勝って、そして5月1日のホームゲーム、東京ヴェルディ、この上位対決、ここに勝って連勝というのは非常に大きな、勝ち点になってくるので、本当にこの秋田戦が、重要になってくると。ただ過密日程、疲労とかコンディションとかあると思うので、監督がね、どのような采配をしてくるのか、非常に楽しみな一戦でございます。はい、ということで、ブラウブリッツ秋田 VS ファジアーノ岡山の見どころ、そして注目選手の紹介動画は以上になります。明日の試合も全力でファジアーノ岡山を応援します。そして、ブラウブリッツ秋田の関係者の皆さん、選手の皆さん、明日は対戦のほどよろしくお願いいたします。秋田の皆さん、岡山は絶対に負けませんよ。勝ちに行きます。ファジアーノ岡山、絶対に勝つぞ。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。